ヒロミは第二次メンバー選考の練習試合に勝った。だが宗像コーチはエースすら取れない試合に勝っても意味がないとヒロミに大特訓を命じた。そして東堂への燃え上がる熱い魂をテニスにかけろという。恋を取るかテニスを取るか、思わずヒロミの瞳から涙がこぼれる。次回エースを狙え、コートに舞うラブレターにご期待ください。